はい、それではね、剰余金の処分、こちらの、仕分けの解説をねしていきます。はい、じゃあちょっとね、あの問題文見ると、泉商事、3月決算の資本金が2000万は、平成22年の6月25日に開催された定時株主総会において繰越利益剰余金を原資として、ね、500万の剰余金の配当の決議をまず行ったよと、ね、はい、そしてなお、資本準備金の残高は200万、利益準備金は260万で、利益準備金は会社法で規定する額を積み立てると、まあ、いつも出てくる表現ですね。はい、でこの時にね、あのいきなり仕分けを切ってもいいんですけどね、忘れちゃっても思い出せる、あの思い出せるようにするためにはね、こういうふうにやってほしいんですよ。下書きを作ってほしいんですよ。下書き、ね、つまり BS のね下書きを作って、で、こうちょっと膨らましたやつがねこんな感じであるわけですよ、ね、要するに資本金と資本金ね、で、資本準備金と利益準備金、ね、こう純資産ね、純資産を今バーッと膨らましただけです、ね、で資本金は2000万ですと、ね、こう2000万を持ってきたと、で資本準備金は200万ですと、これ200万ですと、ね、で利益準備金は今、260万ですと、いいですよね。要するにこれをそのまま持ってきたわけです。これをこうやって、ね、今持ってきたと、ね、そのままボーンとね持ってきただけ、はい、っていうね、あの下書きを準備しておいてほしいんですよ、これまずね。はい、でこれを踏まえた上でね、これを踏まえた上で、仕分けに移っていくということですけどね、今から何やっていくのかっていうと、利益準備金の金額を求めるということですから、ね、まずやるべきことはね、はい、ほんで、2つなんですよ、やるべきことはね。1つはね、まずは配当金、つまり500万配当するって言うながらね、500万のまず 10%、これを計算するんですね。500万の 10% ね、はい、でそうすると、まあ、一応連絡いただきますけど、 500×10% で50万ね、うん、してね、この配当金500万ね、これ持ってきましょう。500万持ってきた、うん、ね、まず50万っていう数字を出してあげる。これ A としましょうか、ね、はい、そして次 B 求めるんですけどね、2番目ね、これは資本金のまず4分の1、ね、資本金2000万の4分の1の500万、ね、資本金2000万やから、それの4分の1で500万が出ると、ね、はい、でそこから、はい、剰余金の合計、あ、準備金か、準備金の合計、ね、だから200万と260万、460万ですと。これとこ出したもん、こいつこいつ出したもんね、はい、そこからあマイナスすると、500万から460万マイナスすると、まあ、40万って出るわけですよ、ね、40万、ね、これ B としましょう。おーすごい、40万ね、いいよね、はい、そして A と B でいずれか小さい方を選ばなあかんってことなんで、うん、ね、利益準備金さんは、うん、それどっちがちっこいのって言ったら40万がちっこいわけですよ。40万と50万を比べるわけだから、ね、これが利益準備金ですよと、ね、いうことなんで、貸方からスタートしますけど、仕分けね、貸方利益準備金、ね、40万、ね、で貸方、はい、未払い配当金でね、未払い配当金、ね、これが500万ですと、仕分けの順番とした、うん、で借り方繰越利益剰余金、今ちょっと字汚くなっちゃうからね、繰越利益剰余金、はい、合計して540万ですわと。でこれが丸3番目で回答と、ね、いうことで、はい、回答チェックしてみると、これですね、借り方繰越利益剰余金540万、
で貸方は利益準備金40万、貸方未払い配当金500万でバシコイということでね。はい、ということで、なんで小さい方を選ぶかっていう話になるとね、ちょっと会社法の話をしないとねちょっと分かんないんで、そこはちょっと1時間2時間かかっちゃうんでね、まあ、この動画のね目的はあくまでこう仕分けがねこうできるようになるというのが目的なんで、ある程度のねちょっと理屈の解説をしましたけどね、うん、でもまあなんでかっていうね会社法の話になるとまあちょっとできないんでね、まあ、それはちょっと講義ビデオの方と、ね、いうことで、やり方はこれで OK ですからね。だから A と B を出してね比べて執行い方を持っててあげるということですね。よくある間違いはね、要するにこの 10% かけたやつ持ってっちゃう自動的にみたいな感じでやっちゃいますけどね、この場合はこう40万だからね、50万で買ったらバッてくれちゃうからね。だから両方作ってあげるということね。で最後にポイントとしてはこの図が書ければね、うん、これすごい、この図が書ければもう忘れてもすぐ思い出しますから、これ見やすいですね、ね、うん、この図ね、はい、うん、で数字を放り込んであげてやっていけば OK と、はい、ね、ということで、頑張ってください。はい。